この動画はうまく自動再生ができないときにご覧ください。エンジン回転上げ要求ランプが点滅しました。エンジン回転を上げていきます。エンジン回転1500回転程度で止めてしばらく放置してみました。10分後、エンジン回転上げ要求ランプは消えず、再生状態ランプも点滅したままです。エンジン回転をさらに上げます。エンジン回転上げ要求ランプが消灯しました。しばらくすると再生状態ランプが点滅から点灯に変わり、正常に自動再生が始まりました。ご覧いただいたように、エンジン回転を上げただけでは自動再生が行われないことがあります。エンジン回転を上げるときはエンジン回転上げ要求ランプが確実に消灯するまで上げてください。以上で説明を終わります。